今日はね、高尾駅から歩きたいんだけど、どうやら台風が来るようなんだよね。台風が来ちゃうっぽいんだよ。さすがにね、台風が来ると放送機材壊れちゃうから ちょっと控えようと思ってるけど。はい、ゆめこちゃんいらっしゃい。とんでもないです。楽しんでってね。一緒に楽しもうね。最近もうさ、運動しないでさ、ご飯ばっかり食べてるから顔パンパンになっちゃってさ、どんどん見にくくなっていくんだよ。お腹もデブデブだし。ちょっとタレントとしてちょっと体調管理気をつけます。いや、だから GACKT とかプロ意識高いよなと思うよね。いくつになっても腹筋バキバキだもんね。にゃ、ワドツー。おはよう。あれがプロ意識だよな。俺もガクトみたいに頑張らないと。さすがにさ、その筋肉ムキムキでさ、プロレスラーみたいになれとは思わないけどさ、やっぱり見た目がいい方がいいわけじゃん。女性リスナーさんからしたら。だらしなすすぎるからね、腹が。捨て頃が月末にあるし、ちょっと頑張らないとなと思ってて。頑張りますね。釈迦が水鳥。そうなんだよ。シャカ そうなんだよ。シャカかわいいんだよな。いや、腹減った腹減ったって言い続けてさ、結局ご飯食べてないよね。何時間経った？もう。あとつ、朝からどうした？何朝からって。 どういうこと？ どういうこと？どういうこと？プニスケさん。朝からどうしたって、何も起こってないけど。逆になんでこの状況で何かあったみたいな感じになってんの？よくわかんないけど、プニスケさん。逆に何かあったと思う要因を教えてほしいよ。お腹空いたよね、のんちゃんね。釈迦とはお釈迦様からいただいた名前ですか？そうですね。はい。釈尊から来てます。まあでも、不謹慎すぎるっていうことで、カタカナで釈迦にしてるけど。いえいえ、とんでもない、さくらさん。今後ともよろしくお願いします。月末に捨て頃って言った？え、月末、年末か。年末か。ワードツー、サボちゃん。月末に捨て頃じゃないね。年末だね。今日は電話凸枠ないのかな？電話凸は、いいよ。普段、全然会話したい人は、かけてきてください。浅井さんが来た時は浅井さんの電話凸待ちっていう枠をやってるんだけど、俺の放送はいつでも電話、OK にしてます。おい、知らんけどおはよう。風船10個ありがとう。おはよう。クラゲのサムネ綺麗だね。おはよう。知らんけど。電話凸は普段からやってます。悩み相談、和道に言いたいこと、喧嘩凸はあんまり嫌だけど。何でも、凸、リスナーさんからの凸、配信者さんの凸は断らないようにしてますんで、僕が家で雑談やってる時は電話かけてきてくれていいですよ。いつでも OK です。年末だね。風船999個ありがとう。サポちゃんいつもありがとね。ありがとう。今日の天気はどんな感じなんじゃろうかね。曇りなんだよね。天候に恵まれないね。天気に恵まれないとね、なんかこう、噛み合わないとね。なんか最近ね、心の調子が弱いよ、本当に。もっと図太かったのにね。
ゆめこさん、風船50個ありがとう。ありがとう。うん、どんな時もね、強くあらないといけないんだけど。調子悪いよ。ねえ、シャ。シャカ来る？うん、遊ぶ？いいよ、おいで。シャ、おいで。はい。シャカ、おいで。はい。よいしょ。うん、どうした？ね。今日は台風の影響。そうなんですよ。台風の影響で雨だから。お前やめろよ、うん、マジでふざけんなよ、うん、てめえが投げろ、うん、あ、うんこした、釈迦うんこした、うん、釈迦がうんちした、あーあー、びっちゃびちゃ、あかんあかん、風船ありがとう、おかちゃん。高渡り雨なんだ。じゃあ無理だな。うんこされたよ。釈迦うんちしちゃったの？今日まったり聞いてる？あ、そうなんだ。よかったよかった。うん、なんかあと、ボルタリングもやりたいよね。お、森さん、バカありがとう。そう、鳥はね、しつけ、唯一できないしつけがうんこなんですよ。なんでうんちをしつけらんないかっていうと、鳥って体重を軽くするためにすごく軽量化されてるの。だから 24g しかないの、この子。だからうんちを15分に1回とかもう常にうんこをするのは癖なんだよね。お腹壊したりもするでしょ、やっぱり。おいで、こっちは。シャ、うい、いい子。いい子だね。シャカ、こっちは。シャカ。くるって向いて、こっち。こっちこっち。こっちおいで。シャカ、うい、こっち、うい、いい子。頭いいね、シャワー。かわいいでしょ、うん、うん、いい、いい子だね、相変わらず。この子はすごく賢い子で、文鳥飼ってるそのリスナーさんからも、シャカは頭いいねってよく言われる、うん、なかなか結構育成に成功した。俺がね、もともと仏教フリークっていうのがあるんだよねブッダリスペクトから来てる。かわいいでしょ。ハートありがとう。は、おー、ハート5個ありがとう。シャ、シャカ。ちゃんと名前呼んだもよ、ね、答えるしね。シャカ、いい。シャカ、うん、おいで。シャカ、うん、ちゃんと変するでしょ。お利口さんなんだよ。賢いんだよ、この子。まあ、性格ちょっと気難しいんだよね。飼い主にいるから。だから可愛いのか。でもね、のんちゃんがいつも不思議がってて、俺がお風呂に行くとお風呂に入って、俺がご飯食べ始めるとご飯食べて、俺が寝ると寝始めるから、のんちゃんがね、不思議がるの。釈迦と和道さんの行動はいつも一緒だから分かりやすいって。だから釈迦がね、落ち込んでるとね、和道さん落ち込んでるっつって。いいね、ほら。ありがとう、カロリーメイトさんフォロー。釈迦おいで。すごい可愛いんだよ、本当に。この子の可愛さはマジでやばくて。可愛いでしょ。シャカ、うん、可愛くない？何やってんの、シャ。こんな小さい生き物なのにね、すごい可愛いんだよ。ハムスターぐらいかな、大きさ。スズメとかハムスターとか。可愛いでしょ。目がクリックリで美人なんだよ、すごい。釈迦はね、ちょっと病気がちな子供で、足が悪くて、ちょっとこの子長生きできないかもって言われてたの。だから普通の個体よりも体が小さいんだよ、二回りぐらい。釈迦は可愛いでしょ。ちょっとお腹がハゲてるんだけどね、まあ、そこも飼い主に似たっていうことで。可愛いんだよね。はい、ミエルいらっしゃい。今、釈迦をね、紹介してたみんなに。釈迦？釈迦？釈迦？
おいで。さあ、おいで。うん、何？おいでよ。うん、おいでおいでおいで。うん、いい子だ。スパイダーマンみたいに横に張り付くこともできるからね。うん。やめてくんない？きっと俺のリスナーさんに。うん、お前には関係ねえよ、スヌープ。黙ってろ。かわいいでしょ、うん、俺のこと大好きだから、シャカは。うん、うん、いい子、綺麗だね。文鳥ですよ、文鳥。シャカかわいいでしょ、うん、シャカちゃんにリアトツ、うん、シャカ、うん、もうでも気難しくてしょうがない。動きかわいいよ。おいシャカ、おいで、シャカ、うん、次来と言ったら、うざがらみしたらブロック入れっかんな。どうしたの？おいで。しつこいから。次うざがらみしたらブロック、警告1な。お前には関係ねえよ、貧乏様。グダ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 うるせえやつ多すぎるよ。人の生き方に指図すんな。てめえの生き方変えろ、まず、うん、てめえの生き方がよ、くだらねえ生き方してるからってよ、こっちにまで投げてくんな、うん、まあイエローでいいじゃん。質問いいですか？和道さん配信始めて危険な目に遭ったことってありますか？ありますよありますよ。たくさんあります。家のね、ドアにね、ドアノブ先輩って言ってね、ビニール袋を下げる人とか未だにいますからね。食料をビニール袋にドアノブにかけてく人がいっぱいいるんですよ。はい、お前ブロックな。1ヶ月間謹慎してください。いや、ブロックでしょ。
お前ほんと気分悪いから消えろよ、ほんとに空気悪くしてんだよ。いや別に偉いと思ってないけど。なあ、鬼頭さ、お前さ、消えろよ、ほんとに。気分悪いわ。家特定されてるよ、とっくに。何年も前に。ごめんね、あこちゃん。ハートありがとう。よし、アンチ減らすために歌を歌おう。ちょっと待ってろ。すぐいなくなるから。大丈夫、サボちゃん。俺の歌声で戦争を止めるから。俺が歌うと戦争止まるから。大丈夫、すぐ止めてあげる。若干ね、この技はね、リスナーも大幅に減るから、この技はね、リスナーも大幅に減るからね、もろ刃の剣なんだけど、アンチリスナーは100%減るから。どうしようかな。本当大丈夫って何？いや、歌はいいやっつって いや、歌必要でしょ。疲れるよね。みんなバンバンブロック入れていいかんね、そっち側で。仕方ねえな。歌だけはやめてって ごめんてって そんなに俺の歌聞きたくないの ざまあだね。若干ね、ファンにも嫌がられるっていう状況に俺はどうしたらいいのかね。ギャーっつってね、数いらっしゃい。歌うよ。なんで桜花ちゃん なんで桜花ちゃんも、何それ。桜花ちゃん、俺の歌聞いたことあんの？口づけを交わした日は、ママの顔さえも見えなかった。ポケットの恋集めて、一つずつ夢を数えたね。ほら、あれは二人の隠れ家。閲覧減ってくね。秘密のメモリーをどこで壊れたの？ Oh, friends。 うつむく日は見つめ合って、指を繋
つないだらオフェン、時が止まる気がした。ねえ君は覚えている夕映えによく似合うあの曲、黙り込む君がいつも、ワンワン、悲しくて口ずさんだのに、今時は流れてスピアに染まるメロディーを、二度と戻れないオーフレンズ、他人よりも遠く見えて、いつも走ってたオーフレンズ、あの瞳が動物がそわそわするぞ。ジェイロン帝王、おはよう。閲覧下げてんだよ。やべえな、半分になるな、これ。どこで壊れたの、オーフレンズ。うつむく日は見つめ合って。指をつないだら、オーフレンズ、時が止まる気がした。二度と戻れないオーフレンズ、他人よりも遠く見えて、いつも走ってたオーフレンズ、あの瞳が愛しい。閲覧も減ったな。5分間で閲覧70減らせる歌だかんね。よし、ありがとう、いただいま。お前らあれだかんな、今度また荒れたら、荒れ始めたら歌う歌だかんな、気をつけろよありがとう、パチパチ、ありがとう。あ、ゆめこさん花火ありがとう。
アザース、そう、歌は平和にするってジョン・レノンが言ってたよありがとう54番、うん、歌だけはやめてください。いやだから放送が荒れ始めたら歌歌うっていうのは基本だから、綺麗な花火だっつって、うん、放送が荒れ始めたら歌歌いますよ。そう、う歌は平和にするの人を。ジョン・レノンは間違ってなかった。そう、喧嘩は良くないよ、ギスギスするから。喧嘩はダメだよ、喧嘩はダメ。歌に謝れ、お前のは騒音。いや俺結構歌うまい方だと思うよ、結構歌うまい方だと思うよ。お前が放送しなきゃ喧嘩も終わる。お前が来てるんだ、うん、荒れるだけ有名配信者になったことだね。俺無名の頃から荒れてたわゆめこさん無名の頃から荒らされまくってるわ。むしろ俺の放送で荒れてなかった時期なんかないかんね。全くだよね。あ、おはよう、ペコボコランド、おはよう、ションベン小僧さんいらっしゃい、風船ありがとう。やっぱね、教祖たるものね、歌の一つもね歌えないとね。ラブ&ピースだから、ラブ&ピース。はい、ワドツーナミニャン、おはよう。リスナー歴長いと喧嘩に参加しなくなる。あ、それはあるよね、不毛だもんねただね、こっぴどくやらなきゃいけない時もある。男には戦わないといけない時がある、譲れない戦いがある。キャスバーに行った時の歌ってなんだろう。キャスバーに行った時の歌なんかあったっけ、うん、なんだろう、キャスバーに行った時の歌わかんねえわ。東欲しいさん、それ。はるか昔にやっと来る、やってくるとね。アキラッパとトモくんがいた時に歌った歌。ああ、俺あれの、あの歌は俺の持ち曲じゃないからわかんない。おはよう、モーニングちゃん。おはよう。俺の持ち曲じゃないよ。あれは、あれでしょ？アポロでしょ？僕らの生まれてくるってやつでしょ？ずっとずっと前にはもう、アポロ11号は、はい、ウニ丼、おはよう、ワドツー、おはよう。そう、あの歌は分かんない、アポロは。でもポルノグラフィティ確かにその初期の頃の方がすごく良かったよね。風船10個ありがとう。今膝悪い、歩くのは膝に負担かかるからダメって言われた。自転車がいいらしい、持ってない。水泳とかは、まあもう膝ぶっ壊れちゃってるでしょ今。だからとにかく有酸素運動しないといけないから、自転車か、まあ、水泳がいいと思うよ。とにかくもう太りすぎ、ミュールは。ミュールは太りすぎ、もう完全に。だって出会った頃から完全にもうどんどんでかくなってくの。ちょっと痩せた方がいい、マジで心配なレベル。煽りで言ってるわけじゃなくて、痩せた方がいいよ。体重支えらんなくなってるの膝が。
自転車も事故にあってから怖くて乗れない。あー、クミタンもね、痩せないとね。あのね、痩せよ、俺も頑張るから、俺も一緒に頑張るから。リアドツやりますよ、全然。外配信の時はリアドツ OK って言ってるんで、あの外配信やってる時はぜひトツ来てください。全然リアドツやってるし、ステッカー販売もやってるし、いろんなことやってますよ。あのね、あの私太りやすい体質なのってデブはみんな言うけど違うから、あの運動しないで食ってるだけだから、俺も含めて運動しないで食ってるんだよ確実に。運動するか食う量減らすか。すごっ、100キロあったんだ。阿波踊りはねすごいハードだもんね。100キロはすげえな。まあ身長によるけど、阿波踊り綺麗だよね、かっこいいし。運動苦手っつうか、のんちゃんも運動しねえかんな。ただのんちゃんは今度食わないから不健康になってくんだよね、うん、運動してない。確かに、でも1日1食しか食えない。ミュールは運動量が少なすぎる、本当に。家に引きこもってるだけなんだよ。ダメだよ、数もデブばっかりだな、うちのリスナー本当に。デブばっかりだよ、デブしかいねえ本当。たくみさんも巨漢だしさ、デブばっかりだ、コメント欄本当に。痩せろ、運動しろ、布団の中でゴロゴロするな。ニャーもデブか、デブしかいねえな本当に。クミタン、ミウル、たくみさん、のんちゃんとレクチぐらいじゃないの、痩せてんの。マジで。マジでね、ほんとね、ほんとに良くない。いや、ほんとにデブ。いや、まあまあ、俺と会った時はまあデブだったけど、今、トロルボンバーみたいになってっかんな。ナミニアもデブなの、うん、のんちゃんとレクチぐらいだよ、痩せてんの。本当にすごいことになってんの、さくらちゃんも。お前もデブか。ニャーはデブじゃない、ニャーはデブって感じしなかったけどね。164デブだね、うん、デブしかいない、デブ枠だよ、デブ枠、うん、なんでこんなデブ多いんだ。いや、ミュールトロルボンバーでしょ。あ、身長が高いんだ、デブ率高すぎる。あ、俺も人のこと言えねえけど、みんなでちょっと健康になろう。いや、トロルボンバーだから、マジで見える。なんかドラクエの後半のなんか魔界とかに出てくるモンスターみたいになってるから、デブババアメンヘラ。164で今58キロ。ああ、まあ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 。168あるんだったら、58キロは痩せ方じゃない？ 168 で58キロ。まあまあまあ。まあ普通か。だいぶ痩せたんだ。さすがにマッチョになれとは言わないけどさ。でも女の人は少しぽっちゃりしてる方が好きだけどな。あの、腹筋とかはいらない。なんかさ、最近グラビアアイドルデブが増えてきたよね。なんかガリガリ進行がなくなってさ、ちょっとぽっちゃりしたのがもてはやされるようになったよね。橋本環奈とかもデブだもんね、あれ。なんで若い時あんな細かったのに橋本環奈ちゃん太ったんだろう。今本当にデブだからな。あれ、一昔前の芸能界だったら許されないぐらいのデブだよ。まあ、環奈ちゃん顔いいかんな。ぽっちゃりとデブの違いは簡単。深田恭子がぽっちゃり。
で、深田恭子以上に太ってる人は全員デブ。うん。149の60はデブだね。アウトじゃなくてデブ。別にアウトかアウトじゃないかじゃなくてデブです。はい。いや、デブでしょ。オブラートに包まないよ。デブだよ。うん、俺、短足じゃねえよ。俺、足めちゃめちゃ長いよ。よく言うね。俺、足長くて有名だよ。俺、足は太いの。でも、股下すげえ長いんだよ。最近の深田恭子は、ちょっと痩せてきてるんだよね。俺、足は長いぞ。うん。あー、100キロ超えてから本番ね。いや、俺、足長いんだよ。本当に。俺、足長いの。マジで。本当だよ、これ。ネタで言ってないよ。見てみる？いや、有名だから。意外と、足太いんだけど、長いんだよ、俺。見せてやるよ、じゃあ。ほら、足意外と長いでしょ。股下ここだよ。長、別に寸胴体型ではなくない？足短くないでしょ。ここね。私はそんな短い。で、金梅さんだよ。遠近感狂うの。毎回思うけど、金梅さんと石川紀之が、一緒に写真に写ると、なんかね、遠近感がおかしくなるんだよ。本当に。あれって。あれってなるんだよね。じゃあ、比べてみようか。これが、まあ、写真なんだけど、なんか遠近感狂うんだよ。顔のデカさがおかしいんだよ。わかる？これがまあ、有名配信者。ポンスケ、ベンジョ太郎、金梅さん、ワド、ヒカルくん、どれなんだけど。なんか顔の大きさがね、顔の大きさがおかしいんだよ。わかる？このなんか遠近感が狂う感じ。金梅さんだけね、なんか四等身なんだよね。俺、あと小顔って言われるね、意外と。意外と小顔って言われる。うん。光くん足長い？光さん長い？そう？まあ、光くん身体能力高いし、体できてるからな。いい体してるよね。石川紀之さんも顔でかいんだよね。はい、風船ありがとう。腕の長さと足の長さ一緒なんだ。俺腕が異常に長いかんな。腹減ったな。蕎麦食い、あ、蕎麦茹でようかな。蕎麦食おうか。蕎麦茹でよ。タチュヒコはね、顔でかいし長いよ。タチュヒコは顔でかいし長い。間違いない。さくらは便所太郎さんと似てる。おう。おう。おう。
なんて言ったらいいか分かんないわ。冷麺は氷がないと食えない。島田洋子似てるかな。あー関慎吾ね、面会行かないとね、面会行かないと。島田洋子似てるとは思ったことないけど、あーよっさんとまえさんも行くんだ。だからね、1日1回しかできないから難しいんだよねそこが、そこがね。まあもう交流面会はできんのかな、どうなんだろう、交流できんのかな、面会できんのか、かゆっ。ばえさんとよっさんも行くんなら同時に行かないとね、一緒に行かないと意味ないよな、所沢署で会ってるのかな。え、誰か面会は行ったの結局。旅団で可愛い人いますか。いや、あのね違うんだよあのね、可愛い子いるんだよ本当に。びっくりするぐらい可愛い子いるんだけど、可愛い子ってネタにならないんだよね。あのマジレスすると申し訳ないんだけど、可愛い子は腐るほどいるの。腐るほどいるよ。それはさ、冷静に考えてさ、リスナーさん雲仙にいるわけですよ。美人もいるよ。だけどね、可愛い子はね、あのネタにならないし面白くないんだよやっぱり。っていうのはあるよね。可愛い子なんか腐るほどいるよ。でも可愛い子はあの配信会で俺と絡むようにしてる、放送には映りません。配信概要です。誰か捕まったの、関慎吾が捕まったのは確定でしょ。いや、老いってんの、ミュール自分のこと可愛いと思ってんのすげえな、すげえな、可愛くはないでしょ。セクシンゴ何したの、なんか配信者の携帯奪ってストーカーして携帯電話強盗しちゃったんだよ。よかったで。なんか、吉江さんがなんか、その、リスナーさんに助けてくださいって言ったんでしょ？その捕まったのは確定したんでしょ？吉江さん号泣してた？いや、まあそうでしょう。可愛い息子が逮捕されたら。吉江の号泣ってな。でもね、はっきり言うけど、慎吾さんが悪いよ。はっきり言うけど、慎吾さんが悪いよ。どう考えても。だってさ、
お俺の時でもう4回目のストーカーで警察に補導されてんのにさ、あの今回7回目ぐらいでしょ多分。で本人に会って携帯奪っちゃったんだよ。それ捕まるっしょ。っていうかあのね、あの俺も気づかなかったんだけど、慎吾さんってガチの人なのね。あのネタにしちゃいけない人なんだよ本当に。あの結構やばい、あの結構やばい。誰が配信をさせてるかが気になった。誰が配信をさせてるか、何時まで執着してんのかな。いや軽度のっていうか結構重度だよね。軽度かっていう、重度かっつったら俺は重度の印象を受けた。悪い人じゃないんだけど、あの本当にあのネットに出しちゃいけない人なんだっていう。だって同い年なんだよ。で底抜けなんだよ本当に。だからあかんって思った本当に。あこれはあかんって思った。ヨシエのアカウントじゃなかった。えどういうこと。誰かが裏で絵を描いてるんだ。すげえな。花火をもらおうっていう裏方が出たんだね。すげえな、それは。陰謀論だね。陰謀論。ヨシエのアカウントじゃなかったか。関家はふわっちの桜。あのね、ふわっちに桜はいるかいないかで言ったらいるよ。あのいないっていう風に、あのいないって考える方がおかしいよね。あの桜がいるかいないかで言ったら。ただその関家が桜かどうかっていうのは俺は確証はないけどね。だってビジネスなんだから桜はいるっしょ。アイラは桜じゃないと思う。アイラも席も違うと思う。俺は臭いなって思ってるのは新八丁だ。俺は臭いって思ってるのは新八丁。なあの初期組が臭いよねちょっと。関さんの囲い怖いのにネタにしない方が。いや全然全然、関さんのリスナーさんと親和性高いっすよ。まるまるさんいらっしゃい。風船ありがとう。結構まるまる可愛いんだけど、俺こういうたぬき顔の女の子好きなんだよね。つみきちゃん風船20個ありがとう。ちょっと待って、まるまるのサムネ可愛いんだけど、なんだろう、俺たぬき顔の女なんで好きなんだろう。まるまるちゃん可愛い。人生一度恐れて生きる方がつまらん。何の話。アイラはまあクソイケメンだよね、うん、アイラは。運営にお友達いますが桜はいません。あ桜いないのか。うん、まあもうニコ生なんか桜しか残ってないからね。運営に飼いならされた配信者しかいないから、うん、俺あと思ったんだけどさ、あの俺タヌキ顔かな。そう、どちらかというとキツネ顔だと思ってるけど、タヌキ顔、俺狐っぽい顔してると思うけど。サイボーグ顔。のんちゃんはタヌキ顔じゃない、うん、のんちゃんタヌキっぽい顔してるけど、のんちゃん昨日寝るときぶっ壊れてたけどね。のんちゃんは猫になるんだにゃーって言ってたから。のんちゃんは猫になるにゃーにゃーって言って一人でニヤニヤ言ってたけどね、うん、疲れるわと思って寝たけど。密かに和道さんのソファーが欲しい。これ2000円で売ってたね、うん、新品じゃなくて中古で買ったからメーカーとかわかんないけど、うん、これでもあれだよ、本革じゃないからあんまり良くない。3人掛けのソファーいいよね。でも寝れるかんね。本ソファーは2000円で買ったのはいい買い物だよ。いやいい買い物っすね。中古だけどまあ使えるっていうか。だんだんもうクッションダメになってきたけどね。これいい買い物だなと思う。
いや、のんちゃんめちゃめちゃ面白いよ。いわくつきじゃなくて、ほら、リサイクルショップ。安いんだよ。顔が可愛いと思う配信者は、ふわっちで言った方がいい。ふわっち言うと誰だろう。美人だなと思うの。あ、だから水木ちゃんはめちゃめちゃ可愛いと思うのよ。水木ちゃんは、ほんと奇跡ぐらい可愛いと思う。水木ちゃんめちゃめちゃ可愛いでしょ。ふわっち一番綺麗なの水木ちゃんだ。まあ他にもいっぱいいるけどね。俺は一番可愛いと思うのは水木ちゃんだね。あの子は美人でしょ。ただまあなんか、女受け良くなそうだけど。いや、俺イケメンでしょ。顔面偏差値めっちゃ高いかんな俺。誰が可愛い？水木。水木ちゃん。水木ちゃんは普通に美人だと思うよ。弟しか思ってないアピールが何なのか分かんないんだよ。昔からちょいちょい言うけど、その弟としか思ってないアピールが俺はどう返したらいいか分かんないんだけど。あの人人気あるんだ。男受けはいいと思うよ。男受けはいいと思う。あと今やってる子だと、まゆゆっていう子は、ちょっと可愛いなと思うけどね。今やってる子で言うと、まゆゆって子は美人だなと思う。この前すごいドストライクの女の子いたけどね、可愛いなっていう。名前覚えてねえな。身長140何センチしかない。なんかフィリピン人のハーフの女の子可愛かったね。今で言うとマユユだ。もう地獄絵図だよ。もうブスがブスを罵り合うっていう、ブスがブスっていう、もう本当に地獄絵図。うちのコメント欄、もうどうすればいいの。もううちのリスナー全員ブスなんだから、もう全員鏡見よ。全員鏡見よ。みんな気づいて、もうブスがブスって言って、もう地獄絵図ですよ。みんなブスだから、うちのリスナーブスしかいないんだから。もうブスがブスっていうの、もうブスがブスでブスですよ。全員ブスだから、俺から言わせたら。全員鏡見よ。全員ブスだから。いい女なんか俺の放送見るわけないんだからね。仲良くやろう、ブス同士。ブスしかいねえんだからよ。デブで、デブススブース、デブススブース。そうだよ、ほんと。みんもう地獄絵図だよ、地獄絵図。ブスとブスとで、ブスも仲良く。なんかサボちゃんがぶっ壊れ始めたな。サボちゃんたまに壊れっかんな。これはね、俺大体わかるんだよ。サボちゃんが酔っ払ってる時なんだよ。大体サボちゃんたまにぶっ壊れるんだけど、ベロンベロンに酔っ払ってる時なんだよ、これ。これ酒飲んでるから、絶対。仕事サボって酒飲んでんだよ、これ。黒蜜から80万騙し取った。何それ。おい、うっすー。そそいらっしゃい。俺、サボちゃんが酔っ払ってるときコメントでわかるよ。
サボちゃんは酔っ払ってる時2パターンで、わけわかんないコメントを連発するか、あと俺に噛みついてくる時があるの、たまに。すげえ噛みついて、多分ね、サボちゃん俺会ったことないけど、結構ね、うざがらみするタイプの酔い方するタイプなんだよ。なんとかよーみたいな。なんとかだよなー、わかるっしょーみたいな、サラリーマンの管を巻くタイプの、超絶うざがらみをしてくるタイプのね、酔っ払い方するタイプで。俺わかる。サボちゃんは絶対そんな感じだよ。いや、俺はそういうタイプだと思い込んでるけど、それはしない?うん。うん。何?黒蜜って誰?うん。田中さんはこつ。さらしてるから誰でも知ってるよ。顔さらせないブス。うん、いやだから全員ブスなんだって。やめよう、やめよう、もう全員ブスだから、うん、最近僕に絡みます、サボちゃん。え、オオカって男なの？あ、そうなんだ。オオカの、オオカってオオカちゃんって女だと思ってたんだけど、うん、あ、絡み酒だよね。絡み酒、黒蜜はアイラの主演者。へえ、あ、そうなんだ、知らなかった。へえ、に80万もらったの、うん、へえ。それ大丈夫なの？なんか後々揉めるやつじゃないの？大丈夫？俺関わんねえぞ。なんか80万って結構でかい金額だかんね、うん。またもう旅団外してんだ。しょうもないね、本当に。でかいね、つって。うん、本当だよね、仲良くした方がいいよね。うん、あんまり喧嘩してるとまた歌うかんね。アイラに詰められて、どれのところやワドのところ行ったり来たりしてる。まあ、ボンは配信者に詰められた方がいい。うん、2点3点しすぎだから。俺も何回も詰めてる。ドレさんに怒られたっていうぐらいで旅団の名前外すんならもう名乗んな。お前旅団禁止な。お前旅団な名乗ったら今度からブロックな、うん、マジで、うん、お前はもう旅団永久欠番。永久欠番じゃないよ、永久に旅団名乗ったらダメ、うん、もう旅団の名が下がる。わかった、ボン。お前は永久的に旅団名乗るなよ、うん、はい。旅団初の永久追放が出ました、たった今。永久追放。おい、アリスいらっしゃい。アリスなんか最近また可愛くなってる。アリス顔いじった？なんかたまにね、アリス顔いじってるんじゃないかなっていう時あるんだよね。画面上だと可愛く見える不思議なんだよな、アリス。顔いじったっしょ、アリス。すぐ顔いじるかな。いじってない。だってさ、なんか光当てすぎなんだって。アリスって実際見たらこんな感じだからね。うん、アリスって実際見たらこんな感じだから。光当たってないと。俺のイメージのアリスこれだからね。みんなね、騙されてるんだよ、アリスリスナーは。アリス、これ実物のアリスこんな感じだからね。化粧かな、うん、アリスニコ生の配信で見た、うん、なんだろう、メイクがうまいのかな。それ写り悪い。いや、これ見て笑ったんだよ。写り最悪だよね。俺これ見て爆笑したもん。写り悪いなこいつ、つって。
騙されたらダメだよみんな、アリスに騙されたらダメだよみんな。生アリスこんな感じだからね、解放と変わんないから。生アリスこんな生アリスこんな感じだから生アリスはこんな感じだから、これが真実だから。生アリス解放と変わんない、元が悪いっつってこれ生アリスね営業妨害でそろそろ怒られる、それはやめてあげてっつって生アリスだ、光を飛ばしてるんだ。俺も光飛ばそうかな、ちょっとアイラ風に放送やろうかな俺も、ちょっと俺もアイラみたいにイケメンにするわ、ちょっと待ってね、おめえらっつって花火投げろよ、花火足んねえよ、ちょっと待ってアイラになるから待ってて、ういっすーっつって、アイラこれくらいだよね、アイラこんな感じだよね、もっと白いか、もっとこんな感じか、アイラこんな感じじゃない、あ生放送やるとき違ったっけ、あれ違ったっけな、ういっつって、えー、見えるーって花火ありがとう、違うかやめとこう、そろそろ違う、違うあったっけ、おはようスナップ、レクチなんか言えよっつって、じゃあレクチは俺はもう飼いならしてるからお前みたいなね、ハニートラップに引っかかるぐらいうちのレクチは甘くないから、レクチと俺の絆はもう深いから、そんなねお前みたいなポットでのねハニートラップに引っかかるような男じゃねえんだよ、また喧嘩してんの、もうそろそろ歌顔もいじってないの本当に、アリサはまあ美人だと思うよ、アリサは可愛いと思う、おい、朝久しぶり。なんか荒れてるのでまた来ます。はい、さようなら。わかった、もう歌おう。うん。OK。もうね、あの、あれ、枠が荒れてきたら歌歌えばいいんだよ。うん。よし、ちょっと待ってろ。山崎正義の歌歌うから。許さねえからな、とか。許さねえからなってなんだよ。実際だって実際さ、山崎まさよし歌います、あうーん頑張ってみても、よし歌終わったかなと思ってきました、あ残念、今荒れてきたから歌うとか、うなんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ、お鍋の中からぽわっといいんじきおじさん登場、いつだって忘れない兵士さんは偉い人、そんなのお常識、うぅパパタラリラピキャラピキャラパパパラパピキャラピキャラパパパパラパピーヤラピー、おへそがちらりふーあんたたたらりらあーピーヤラピーヤラパパパラパ
ピーヒャラピーヒャラ踊るポンポコリン、ピーヒャラピー、お腹が減ったよ、ふうふう。はい、終わりです。歌ってすごいね、歌ってすごいね。コメント止めるからね、はい、なおさんいらっしゃい、え、レクチェにハニトラ聞かないと言うけどお付き合い前提の中、え、マジで付き合うの、ざまあ、え、付き合うの、付き合うの、あ、それはおめでとう、それはおめでとうございます。なんかアリスとレクチェは付き合うだろうなって前からずっと言ってたのよ、なんか直感でそう思ってた、付き合ったらいいなと思って。まだ喧嘩してんの。すげえな、サクッとら。じゃあ分かった、サクッとらとボンさ、喧嘩するんだったら俺の枠で徹底的にやらない？俺がジャッジメントするから、俺がジャッジするから2人で突かけてくる、もう直接言い合う、どう？ボン逃げる、サクッとら逃げる、どう？俺が裁判するよ、裁判長やってあげるから。はい、参加する？ボンと、ボンとサクッとら。ボンとサクッとら。いやもうここで蹴りつけよ。俺が間に入ってあげる。何がハニトラ聞かないだよって。いや別に付き合えばいいじゃん。白黒つけようよ。なんで？スルーの？逃げなの？逃げなの？サクッとらはブロックでいい。やんないのね。わかった。じゃあやんないんならもうやんないで。めんどくさいから。ねえ、やれやれだよね。ねえ、やれやれだよね。あ、ブロック入れるかどうか俺が決めるから。ブロック入れるかどうかコメントでやるより早いよね。いや、ブロック入れるかどうかお前らに基準ねえから。あのね、そういうね、なんかつるんでいじめる構造みたいな俺好きじゃねえから、正直。言いたいことがあるんだったらやれよ。喧嘩しろよ。そう、コメント欄でやるぐらいだったらここでやれよ。っていうかね、あの、はっきり言うわ、あのね、ミュールもね、ボンもね、最近おかしいから、あの、はっきり言っとくけど、あのね、俺のリスナーが減るようなことするな、お前ら。お前らが勝手に囲うのは簡単、関係ねえかもしんないけど、元旅団に次ぐ、元旅団名乗ってたやつ勝手につるんで、勝手に俺のリスナー減らそうとするな。な、あの、全部俺筒抜けだからな、お前らが何やってるのか。サクッとらの方がまだガチで戦ってんだから、お前らがやってんのいじめにしか見えねえぞ。人のことバカにしやがってつって、いや、バカにしてないでしょ。バカにしてるわ、ごめん。タヌキで裏で悪口言ってんのがサクッとら。もう、いや、いいんだよ。だから俺サクッとらに言ったから、叩かれて当然だよって、お前がやってんのはって。でも逃げないでここに来てんだから。そう、裏でごちゃごちゃつるんでリスナーが減るようなことやってんだから、あの、意味ねえから。そう、見ててあんま心地よくない。何、アリス俺のこと嫌いなの？マジで。ペコペコランドまた来てね、ごめんね。ミュウ、裏で何のこと？はい、わかった。ミュウ、お前さ、サクッとらと DM やりとりしてるよな。なあ。サクッとらと DM でやりとりしてるよな。裏で何のことって。サクッとらと裏で DM して喧嘩してるよな。してるよな。してるよな。だからもうめんどくせえっつってんの。してるよな。やってんじゃん。ねえ、コメントしにくいよね。そうだよ。だから表出てやれっつってんの。だったら。ネタにもなんねえし、くだらねえんだわ。あ、サクッとら、あの、和道さんの悪口言ってないしじゃなくて、サクッとらからのんちゃんに顔面整形って他の枠で書いてたの、のんちゃんが知ってるから。だから、サクッとらはサクッとらで悪いところあんの。サクッとらはのんちゃんの悪口、顔面整形女とか他の枠で叩いてんの俺は見てる。だから表に全員出てこいっつってんの。花火ありがとう。そう。
だから全員が全員で言いたいことあるんならリング上がれっつってんの。うん。ボーンはレクチの枠で和道の悪口って、それは知ってる。だからもう旅団にはさせないこいつらは。私をバカにしてるやつについて、ついていくレクチもう知らないとか言って、あー、あのね、アリスね、甘いよ。レクチはね、お前の絆と俺の絆で言ったら絶対俺の絆取る方だから。あの、今後は分かんないよ。今後付き合っていったら、あのね、あの、分かんないかもしれないけど、あの、はっきり言うよ。レクチはね、そんな安い友情とね、安いあの、やりとりしてねえから、俺。あの、俺とお前天秤にかけたら絶対俺のこと取るから、レクチは。そんな安い付き合いしてねえわ。レクチ、ボンの悪口言ってないよね。いや、悪口っていうか、陰口だよね。悪口じゃないよ。愚痴ってんの、愚痴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 。言いたいことあんなら全然トツかけてこいよ。でも言えねえんだから、お前ら。お前ら俺に直接言えねえんだから。和道さんとレクチは何かと、俺何にもないよ。レクチは何にもないよ。別にレクチから何かあるんだったら、トツかけてくるし、あいつ。じゃあ、レクチはね、あの、俺の元囲いが、なんか不満溜まってて、で、レクチにみんな文句言ってんの。で、レクチは優しいから言えないの。だから迷惑してるっていう図。もう和道は変わったとか、なんだかんだって言われてんのよ。元囲いから。だから囲いは嫌いだっつってんの。レクチは優しいから言えないの。好きってけど安いな。私の方が好きってけど安いな。どういうこと？ワドちゃんのことで揉めたわけじゃないよ。ワドちゃんのことで揉めたわけじゃないとか、もうめんどくせんだわ。うん、だからまあやればいいじゃん別に、うん、やりたいんだったら、うん、だからもう裏で言ってるとか表で言ってるとかもうどうでもいいんだよ俺からすると。和道さんとレクチの友情のこと？いや、何にもないよ、俺。うん、この中で、多枠で和道の火を打ち鳴らして、ここじゃコビコメント書いてるのいるな。いるよね。自分さえ良ければいいね、うん。もう詰めるのもやめましょう。人が攻めて攻められるのも見てらんない。あ、オッケーオッケー、あーさん。じゃあ、でもね、説教しないとダメなんだよ、こいつら。うん。お、レクチかけて、ほら。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ、レクチ。どうした？もう、あ、なんか上がった方が良さそうな感じだったんで。うん、あ、いいよいいよ。すいません、放送中に。あ、あの、俺が把握してることをレクチに言うね。はい。俺さ、放送中にレクチが被ってやってたから、レクチが何を発言してるのか俺分かってないのよ。あー、OK、その、前回っていうか。前回前回、そう。あの、ポンプが、電書場とか飛んじゃった件ですよね。いや、電書場とか飛んだっていうか、その、なんかレクチの枠が荒れてるぞって。はい、で、和道のこと？あれってはなかったっすよ。あ、まあ、聞いて。俺の把握 してるとこ。で、俺はさ、2ウィンドウで他の枠は見れるから、コメント欄は見れるのよ。ああ、なるほどです、ね。ただ、レクチが何を発言してるのか、音声乗っちゃうから、ミラーになるからできないっていう。うんうん、そういう状況が、はい。そうですよね。だから、はい、レクチの枠に書いてた、かずみちゃんだっけ？かずみちゃん、ミウル、はい、ボーンとか、アリスとかが何を書いてるのか、俺は把握してるっていうこと。が前提だよっていうことを伝えたかったの。で、この前レクチがコメント書いてくれた時に、うんね、俺の予想だけど、はい、あの、レクチこうなってるでしょっていう話をして、口頭でね。で、コメントでレクチが、まあまあ、まあまあ大丈夫っすって。で、その、やりたかったらやっていいけどっていう話したら、レクチは、あ、この枠続けますって言って。要は、俺をかばってくれてるようにしか見えなかったの。俺の印象は、そうですね、レクチが。要は、はい、ひたすらかばってました。でしょ？そう。だから別に、その、なんか、レクチが損するだけだし、その、要はさ、不満抱えてる奴らの溜まり場になってるだけじゃん、レクチの枠が。だからくだらねえと思ってたからやめちゃえって言ったんだけど。まあね、少なからずは、みんないろいろあるみたいで、うん。俺もよくその詳しい内情とか本当わかんないんですよ。うん、うん。その、誰が誰と揉めてるかとか。うん、俺もわかんないよ。うん、そこら辺も本当ノータッチなんで。え、で、結局前の枠は何だったの？その、よくわかんない。前の枠はちょっと俺もよくわかんないんですけど、うん、なんか、その、うん、まあ、なんだろうな。誰が何言ってるか全部言って。雑談じゃなくて、誰が何て言ってるのか全部俺把握したいから言って、今。
誰が何を言ってるか、覚えてないですけど、あんまり。サブちゃんごめんね、また来てね。あれですよね、1週間ぐらい前の配信ですかね。和田さんの配信にかぶったと、配信ですもんね。いや、別にその配信にはこだわらない。なんかいや、も誰が何を言ってるかとかなくう。て、なんだろう。なんか、旅団の中というか、まあ、元旅団も含めて、その、いろいろな方がいをするような状況だったので、ほうほうほう。まあ、やっぱり、なんだろうな、自分の考えとしては、やっぱ争ってもやっぱり何もならんし、マイナスにしかならんし、ならないね。まあ、みんなやっぱ仲良くな、やりたいなとは思ってるんで、なんだろう、もう不毛な争いはちょっともうやめてくれっていうのは本当に あ、戦争を止め言っに来たたんでの？すよ。ほうそうでほうほう。す。まあだからネットだからそれでなんかレクチネね、タでレクチね、逆効果なんだよ。逆効果ですか？どういうことかっていうと、ネットってその話題をしちゃうと、それに関心がある人が集まるっていうツールだから、ああですね、あの時そなんかすげえ閲覧がなんかいつもの4倍とかになってたみたいで、う。そうなんいつもだ。なんかほんと5、6人しかいない仮想枠でやってるんですけど、でしょ？だなんかから、えらい。そういうもんなの。要はね、誘導できちゃうのよ。本人の意思とは無関係に。で、例えばなんだけど、そういうタイトル入れなくても、和道さんの悪口やめませんかっていうタイトルにしたとするんじゃん。和道さんは悪口やめませんか。それは、和道さんの悪口を言いたい人が集まるんですよ。なそういるほど、うツールなの。そう。だから、火振りっにすね、油、要は。そう、振りなんだよ、それって。例えそうば、ですね、俺ちょっとが、配信がちょっとまだよく分かってなそう。くて、例えまだニューば、カマーなんで。例えば、俺が今この場で、関信吾は悪くない。っていうタイトルでやったら、関信吾の悪口が飛んでくるの分かるでしょ。いや、あいつ悪いだそうっすろうっつっね。て、逮捕されたんだぞって。そういうもんなの、このネットっていうツールは。で、まあだからなんだろう。あ、はい。すいいみまよせん。いいよ、どうぞ。まあなんか、いろいろ、まあそのね、雑談たぬきの方々とか、いろいろその 雑印象談た操ぬき。作を進めてるようではあるんですけど、まあ、やっぱ俺としては和戸さんとも何回もやっぱり付き合いがあるんで、まあ実際合ってるからまあ、ね、むし何ろ回踊も。らされてるのはあなた方の方じゃないんですかってことは、その主張はしたんですよ。まあ無俺意の味だ枠よ。に来てなんかいろいろごちゃごちゃ言ってる人たちに。っていう感じで、なんかレクチはなんか洗脳されてるみたいや、それを見てた。で、さらに、で、そういう和美中とに乗っかアかリる。スいとや、か別にが、和道せん、から離れた方がいいみたいなこと言ってて、もうめちゃくちゃだなとか思って。大体そのレクチと俺の付き合い、例えばアリスとかカズミちゃんは一回俺に会ってるわけじゃん、一回か二回。でもレクチとはもう何回も会ってるし、古い付き合いなわけじゃん。で、俺そうっすはね。その裏のコメントで何を言ったかっていうと、ね、脱洗脳してやるとか、お前のこと助けてやるとか、バカなこと言ってるけど、じゃあね、レクチがライブやって客が入りませんって困ってるって、チケットさばかないといけないっていう時に、行くのかっていう話だ、そいつらは。絶対行かないんだよ。そのレクチが困ってる時に動きすらしないやつがよく助けるなって言えるよなっていうことを言ったの、俺は。まあでも、その、なんだろう、かずみちゃんとかアリスに関してまあ来は、るだろうね。まあ、そうですね。まあ何回か会って、本当に、友達だと思ってるので、まあそれ以外の、なんだろう、よくわからない人たちは、まあゴミまあ、だよ。茶化したいだけだろうなっていうのは、まあ、それは分かってるんで。で、って何の感じで話だっす。け？でも花ね、のね、俺はね、もうね、囲いがアンチになるっていうのは、俺こういうことだと思ってんの。だから囲うなっつってんだけど、ぶっちゃけミュールとかボンとか、俺のこと好きすぎんだよ。サクッとらも、のんちゃんも。そうですね。入れそ込みすぎなんですよ、ミュう。ールは、みんなに関しては。そう。入れ込みすぎなんだよ、完全に。そうですね。本当に気持ち熱いやつなんで、気持ちがと入りすこぎてんの。とん、そうなんですよ。なんか本当に鬱になっちゃうぐらいまで、そう、真面目すぎるんで、そこは本当に、なんだろう。まあ、応援ももちろん大事ですけど、まあネットだから一歩引いてね、応援するってこともできると思うので、あんまできりないんだ入れよ。込みすぎちゃって、ヘラルぐらいだったら、っていうのは言ってるんですけどね、普段から。ダメなんだよな、本当に。でもさ、そうなんですよ。
なんつうの、俺も答え分かってんの、ミュールは。旅団つけてよ、ミュールいないと困るよって言ってほしいの、ミュールは。うん、間違いないですね。間違いないですよ。だけど、あえて言ってないわけよ。うん、そう。それが良くないことだから。だから、それで囲い込むことなんか全然できるよ、正直。サクッとらと、のんちゃんと、ボンと、ミュールと、俺が裏で LINE して、頼むよって、君たちいないと困るよって。君たちが俺のこと支えてんで、花火投げてよって。俺絶対やらないから、そんなの。それって、要はリスナーを小馬鹿にしてる態度なんだよ。うん、それこそ、その、なんつうんだろう。洗脳でしょ？そうですね。うん。だから俺はそれする気ないよ。うん。うん、悪いけど。まあ、どうせ。ついてくるやつはついてこいで終わりだよ。うん、うん、うん。そう。で、さらに、もうそれ言ってるのに、配信で最近。言ってるのに、さらにうちは揉めはするし、なんか DM、リスナー同士でなんか罵り合ってるし、多枠でぐちゃぐちゃになってるでしょ。うん、もうね、めんどくさい、ね、めんどくさい、正直、うん、まあだから、なんだろう、お前ら俺に、うん、ね、あんまワードさんのね、配信じゃ邪魔するとあれだし、うん、俺に言ってこい俺に言ってこいっつうか、だからそれがポンプなんだけど、うんうん、あの、なんつうんだろう、俺がやろうとしてることと目指してることを応援するのが本来のファンだと思うの、うん、俺は。そうですね、うんうん、例えばそのバンドやってるつんじゃん、レクチが。で、客が200人いましたと、はい、女のファンが、うん、ね、そこで、はい、女同士のファン同士が客足引っ張り合って、あんたもうライブなんて来なくていいのよとか消えろとか言ってたら、はってなるでしょ、お前らファンなのそうですね、うん、まずやること間違えてるよねっていう、うん、そう、だから入れ込みすぎ全員、うん、とは思う、うん、そうですね、うん、あとなんかさっきのハニトラの件なんですけど、うん、何付き合うの？まあまあアリスのこと好きなのはもう本当これ本当ですね。付き合えよ。俺応援するよ。ガチボレ、ガチボレしてます。あのね、じゃあ前にも言ったけど、俺言ってたけどさ、はい、あのアリスに初めて会った時も、うん、レクチのこいつら付き合った方がいいなって言ってたの覚えてる？いや、なんか一言、うん、なんか。うん、アリスとレクシー付き合っちゃえばみたいなのはちょっとちらっと言ってたでしょ。そこだけ、はい、俺結構こういう感正しいんだよ。で、付き合ったらいいなとは思ってたの正直、はい、だから付き合えばいいじゃん。いや、俺もそのつもりでいろいろ動いてるんで、はい、動くって何だで、俺はどういうオチを期待してるかっていうと、あのレクシー、はい、まあいつになるか分かんないけど、レクチとアリスが別れて、レクチが減らって怒りのデスメタル、うわーアリスーって言いながら、こう号泣しながらドゥク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 っつって、こうギターを熱唱する枠っていうのを俺は期待してるから、それもあるかもしんないです、ワンちゃんそう付き合えばいいじゃん。応援はしないけど、応援するっつうか、うん、もう全然お似合いだと思うよ、うん、いやー、まあ付き合いたいっすよ、うんうん、なんで付き合わないの？まあまあ、うん、まあまあまあね、いろいろ、まあ慎重にね、アリスの方もいろいろね、真剣に付き合うんだったらいろいろ相手は選びたいっていうかな、選びたいっていうか、うん、ね、そこはやっぱ遊びじゃない関係に、うん、ね、なるかもしれないってことで、いろいろ硬い、うん、まあ、なんか硬いんだけど、うん、まあまあまあ。レクチはなんで私をバカにするワドーにこびてるのっていや、こびてるつもりないんだけどな、どういう風に映っちゃってるのかな、うん、俺が。いや、違う、これは女の嫉妬でしょ、うん、だからもうなんか私とワドーどっち取るのっていうことでしょどっち取るのっていうか、だから、うん、レクチ、どっち取るのってことなのかな。バカバカ違う、アリスの方が大事だよって。アリスの方が大事だよ。ねえ。アリス？なんだお前、俺を、うん、お前、アリス取んのかよ。お前、俺との友情どうなってんだよ。おい。おい、どうなってんだよ。お前、アリス取んのかよ。アリス取るよ。なんだよ。アリス取るわ、こんなんもう。うん、そっか。つまんないから。アリスの方が好きだわ。うん、つまんないから切るわ。うん、じゃあねー。うん。はい。あれ、切れてない。切って、そっちで。はい。はい。うん、早くくっつけば、うん、私散々バカにしてたの見たかったの。いや、バカにするぞ、あんな写真写り悪いのあんな写真写り悪いのバカにするぞ。でもよかったじゃん、つけばいいじゃん、アリス、うん、
でもアリスもアリスでそんなん言うんだったら責任取らなかったらめちゃめちゃ叩かれるけどね。ここまで言ってあのじゃあレクチと付き合いませんでしたってなったらもうあれだよ叩かれる。はあってなるでしょ。俺はだけど関わんないけどね、レクチとアリスが本気で付き合うんだったらその方がいいと思ってるし、まあ付き合ったら付き合ったで嬉しいと思うけどね。アドさんユーモアだよね、バカにしてるわけではないと思う。いや美意識高いからアリスは、応援はしないっていうか、俺がアリスとレクチの間に入るつもりはなくて、付き合ったら嬉しいなと思ってるよ、アリスもレクチも大事だから。だけどその巻き込まれるっていうか俺のせいで別れたみたいになる可能性があるから触れない方がいいと思うんだよ。絶対配信のポンプとかも来るだろうし、彼女欲しいとか思わないの？あんま思わないっすね、めちゃくちゃブス扱い、ブス扱いしてないよアリス。アリス違うって、ブス扱いしてないって。俺はただオフ会の時に写真ね、オフ会にの時に撮った写真はアリス可愛いねっつってやってるだけなのよ。わかる？アリスそこが勘違いなんだって。アリス、俺はただオフ会の時のアリスの写真を解放とアリスの写真をこうやって見せただけなの。別にブスとか言ってない。わかる？アリス、オフ会のアリスこんな感じだったよって言ってるだけだから、真実トゥルーだから、トゥルーアリス、トゥルートゥルーだから、トゥルー、そうそれはやめてあげて、わかった。いや煽ってくるから振りかなって思って振りかなと思って、大体ね男と女なんかくっつくのはくっつくし、まあ、最低ですよ僕は、最低ですよ、俺は別にもうくっつくもんはくっつくし、くっつかないもんはくっつかないと思ってるから、で多分くっつくよ、笑い物にしてるんだよ、もうレクチとはありえない。あ、そうなんだ、どうぞどうぞ、はい、私はこれからどうすればいいの？それを決めるのは君だよ、君はどうしたいの、それが知りたい。なんで旅団外したのにあの定期をしたりするのか俺には理解できない、君はどうしたいの、ミウルちゃん、君は自分の気持ちに嘘をついてるんじゃないかい、それひどくないか、それひどくないか、全然ひどくないでしょ全然ひどくないでしょ、配信者で美味しいでしょ、こんな面白い写真撮れたら、まあ綺麗だと思うよアリスは、俺は全然アリス美人だと思うよ、だから本当のブスいじんねえだろ、俺の愛情だろうがよ、これは本当のブスだったらいじれないよ、晒せねえよ、綺麗なアリスがこんなブサイクに撮れたよっていう俺の愛情だよ、いやいや、そうでしょ、言われた本人がそう思ったらそういうことだ、いやだからいいよ別にいや貶められたって思ったら確かにって思うもん、そこは否定してないよ別に、笑い物にされてるって言ったら、いやどうもすいませんっつって、じゃあ定期やめます、そうしてください。
ただ俺はミュールに対してがっかりはしてるけどね。まあスタッフまでお願いしてさ、あれだけしたのにさ、俺は裏切られた気持ちあるけどね、ミュールに、うん、はい、ワード2 J さん、ワード2、うん、そういうつもりで俺言ったんじゃないんだけどまあいいじゃん、笑っていい、おもろすぎる。はい、ありがとう、花火ありがとう、笑っていいっすよ、うん、こんなことで恋愛続かないんだったらもう絶対続かねえから、こんな小さなことで和道を取るの私取るのなんだって絶対続かねえから、うん、その程度なのってことじゃん、うん、そんなめんどくさいのやめちまえ、レクチ、うん、もっといい女いるからやめた方がいいよ、うん、ダメ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 、世の中の半分は女だ、そして世の中にはいい女と悪い女がいる、悩ませないね、レクチ真面目だからな、うん、恥かかせるつもりもなかったし、恥かかすのは俺だから恥かかすのは俺だから、うん、いいんじゃん別に、うん、ていうかもうレクチは枠開いた方がいいよ、今でしょ枠開くのは、もうクレームの嵐だよ、クレームの嵐、うん、ペラペラの愛だよな、うん、今だよ今、レクチミュールとボンとカズミとアリスが悪口かけに来てくれるぞ、今だ枠を開け、最終的にはくっつくと思うけどねって言い切ったのは、言い切ったばかりなのに良い女はどんな女でしょうか、若津です、まあアグリンは悪い女だね、うん、そう、君じゃないことは確かだよ、うん、風呂入ってからやる、うん、君じゃないことは確かだよ、リスナーもやめた方がいい、やめたいんなら今すぐやめな、うん、今すぐやめな、やめるんだったら、うん、その代わり和道リスナーってもう二度と言わないでね、他枠で、うん、やめるんだったら今すぐやめて、うん、あー亀仙人はいい女だよね、何回も俺に花火投げてくれたかんねいい女だよね、はい、いい女、いい女、とっても都合がいい女、いい女、いい女、とっても都合がいい女、はいあのね、大体いい人悪い人って都合がいいかどうかだから、うん、あんまりね、いい悪いとかね、惑わされない方がいいよ、その人にとって都合よく扱われてるだけだよ、人間としてどう思われてるかちゃんと見た方がいいよ、人として扱われてるか、うん、ドイヒーですよドイヒーですよ僕は、うんうん、俺に花火投げる女はいい女でしょ、うん、はいさよなら、うん、はいさよなら、本当はどうでもいい女っつってね、うん、なんでいいじゃん、本人が見たくないっつってんだから生き生きしてるよ、うん、いや本人が見たくねえっつってんだからいいじゃん、うん、リスナーやめるっつってんだから、うん、止める必要ねえだろ、うん、そう、人に言われてとか人がどうこうって言ってる愛なんか愛じゃねえから、うん、もっとほとばしる何かだからね、恋とか愛っていうのはパッションだから、パッション、情熱だからね、うん、何言われたって話さねえよ本当に好きだったら、いや、わかんないけど、
尽くしてきたつもりだったのにこんな言われ方したら、だからそれが囲いの発想だっつってんの。だからもうやめんだろ、コメント書くなよ。お前やめるっつったよな。うん、 LINE でやれ、 LINE で。やめんだったらやめてねえじゃねえかよなあいいよもう見なくて、うん、癖が多いんだよほんと、うん、癖強すぎるでしょ、うん、やめろやめろ、やめちまえ、向いてねえわ、和道リスナー向いてねえわ、やめちまえ、うん、やめたけやめろ、見る人は見るから。うん、去る者を追いません僕は。そこまで言わなくてもじゃあ本人がやめてっつってんだから本人が見るのやめてっつってんだからやめろよ、うん、俺言ってることでやってることなんかどうでもいいんだよ、もう行動で示せよ、行動で。そう、見てる時点でリスナーだからやめちまえよ。もう今日荒れてるよ、めんどくせえ、もう本当にめんどくせえやつ嫌いだから、いつも言ってるけど、うん、これが和道だよっつって名言出たね、これが和道だよっつって。何年見てるとか関係ないからね、うん、何年見てるとか、どれだけ応援してきた、どれだけ支援してきたって見返り求めてるから、見返りのあるものなんかいらねえよ。俺から 見返り求めるな。俺は配信で提示してんだから、全部さらけ出してんだから、そこに対してアイテム投げられないんだったら無理だよ、向いてねえよ、うん、そう向いてない。おこです、アイスさんいらっしゃい、チョクさんいらっしゃい、こんにちは。え、でもそう思わない。だから俺は何々のために花火くださいとか嫌なん、うん、そう、旅団が本末転倒したらおしまい。はい、花火ありがとう。やめろやめろ、レクチの枠行け。去る者は追わん、全力で追わない。ただ近くにいる人は大事にするけどね、見たくないんだったら見なきゃいいんだよ。俺は全部自分のためにやってるよ、うん、台風来てますが大丈夫ですか。うーんとね、今んところ晴れてるかな、うん、今んところ晴れてるね、うん、ピッカピカだね、うん、大丈夫っぽいよ、うん、髪の毛赤い部分増えてる、そうかな、たまたま角度だと思うけど、うん、結構がっつりだよ赤の部分は。おい、ジャックさんはどつ、ヤマハのね、そう AG03 これ、あ、あ、あ、おい、いいだろう、うん、うん、ご手半を見よ、これが全てだ、うん、見るのも自由、去るのも自由、便利だよこれ、うん、風船50個ありがとう。俺は縁だと思ってんの、俺は縁だと思ってんの、全部が、全部が縁だと思ってる。大将に恥ずかしいこと言わせるなよっつって、うん、そう、縁、離れてくやつは離れてくし、ついてくるやつはついてくる。黙ってね、うん、ごちゃごちゃうるせえ、ついてきたきゃついてこい、その気がなかったら去れ今すぐ、そう思うだろう、やる気がねえやつは去れ、うん、こっちとらお前てっぺん狙っとるんじゃボケ、
えい、やっくんありがとう、ハートありがとう。腹減ったな腹減ったな。レクチさんの枠次役見てみたい。荒れそう。荒れるだろうね。何回目？いやまあまあそうだよね、クミタンからしたら何回目だよね。もうもう何回もじゃんこんなの。だからもう懲りてないんだよ、うん、要はね、他人に自分の人生委ねるなって何回も口酸っぱく言ってきたわけよ。自分の人生は自分で決めろって何回も言ってるわけよ。そう、でも人って弱いから、お前はこうしなさいっていうのに慣れてる。ダメなんだよそれじゃ。アムさんバーガー10個ありがとう。自分が決めるの、こいつ好きだってこいつ嫌いだって。いやー、レクチの枠荒れるよ、サボさん。うん。多分ね、ほんと吐き気すると思うよ。うん。レクチにはおすすめしてないんだけど、ヘラルからやめとけとは言ったけど、いや、やりたいんですって言ってたから、あ、じゃあ任せるわ、つって。で、俺はお前と繋がってれば別にいいから、つって。で、別に、レクチがそいつらの意見聞いて、いや、俺はもう和道旅団やめるわって、和道さんと付き合いやめるわって言うんだったら、あいつは直接言ってくるから。そう、弱すぎるよ。心配で仕方ない、うん、だってレクチは枠開くのもだよ、配信者になるのに俺に連絡してくるぐらいだから。和道さんの旅団ってつけてるアカウントでやろうと思ってるんですけど、和道さんいいっすかって、和道さんに迷惑かかんないっすかって、そういう風に言うぐらいの男だもん。いや、レクチかわいそうだよちょっと、あれ見てて。うん、あ、面白いかもね。いや、見に行ってみたら俺の気持ちわかるよ、多分みんな。これは頭抱えるわ、つって。そう、うん。元旅団の奴らが、もう和道から離れろとか言ってんだから。うん、アット旅団つける基準って何ですか？アイスさんが俺のことを囲いたいっていう、囲うって言うと変だけど、和道ちょっと億万長者にするわっていう気持ちがあるんならつけてくれ。和道を追っかけるわって。和道の夢叶える一員になりたいわって。そう、ファンでしょそれ。和道の夢俺応援するわって、うん、和道についてくわって。それで自主的にみんなつけてんの。でつけてるやつらがなんか今外してなんか悪口書いてるから、もうどうしようもねえなっつって、うん、もう二度と名乗んなよっつってんの、うん、ストレスでハゲ散らかしてるよ。もう十分ハゲ散らかしてるから。うん、ロムって見ようと思ってたけど口出しちゃいそう。まあ出すだろうね。アイテム投げろとは思わないよ。アイテム投げてくれる人は投げてくれる人で、てかアイテム投げる人全然旅団いないんだよね。旅団のメンバーの中であんまりアイテム投げる人ハッチぐらいじゃないの。ハッチはブレねえかんね、本当に。ハッチは全力でブレないよ。誰がどんなに叩かれてても俺にアイテム投げっかんね。どんなに叩かれてても旅団外さないし。だから、匠さんとか、レクチとか、ハッチとか、そういうことでしょ。サボちゃんはまあ、旅団つけてないけど、俺は隠れる旅団だと思ってるから。いや、本物の旅団はね、旅団つけないんだよ。ごめんなさい、つって。いや、クミタも投げてるよね。アンチだったけど、今日の和道はなんかいい。何より歌ってる時の和道は一番輝いてる。では、おやすみ。あいよー !58 番、54番、ありがとね。54番は多分次来るときにね、多分ね、旅団名乗ってると思う。
この半年に思い入れあるんでつけてないけど、応援はしてるから分かってると思うけど。まあ分かってるよ。っていうかね、なんか知んないけど、俺のリスナーだよね。俺のリスナーひねくれてるから、旅団、こいつは旅団だろうっていうやつほど旅団つけてない。本当に。投げるよ、つって。ありがとう、のんちゃん。ありがとう。もういいよ。俺のアンチは全員ドレリスナーになればいいんだよ。俺に歯向かう元囲いは、どれに被害届出せ。うん、俺、和道配信前に見たのスロット配信だ。囲いです。よく言うわ。何ヶ月前の配信のこと言ってんだ。デカプリオ。もうめんどくせえ、本当に。マジめんどくせえ。本当にめんどくさい。俺が死ねっつったら、じゃあ死ぬのかって話だからね。それくらいの覚悟を持ってんのかっつって。絶対死ねないからね。俺が死ねっつっても。ワドリスナーでいるよ。はい、ハートありがとう。お前ブレブレだからな、でも。お前ブレブレ。ただのリスナーだから、ボンは。ただのリスナー。そんな長い戦いの、長いよ、うん、死ぬ人 出そうな気がしないでもない。知らないよ、もう、うん、死者が出んの、この和道旅団合戦の中に、うん、ね、自分の心に素直にならないやつはダメだよ。好きな人がいて好きって言えないやつはダメだよ。だってさ、バンドマンで本当に好きなファンって T シャツ着るでしょ。バンド T シャツ。それで電車の中恥ずかしいってならないでしょ。だったら着てくんなって話だ。そう。旅団 T シャツ作るか。よう我慢してるね。いや、我慢できないよ、本当に。もうめんどくさい。でもね、こういう時ね、たくみさんには助けられることがあって、また荒れてますね、はははーって言ってね。全然気にしないんだよね、たくみさん。また荒れてますねーっつって。ははははーっつってね、全然気にしなくて、楽しむんだよ。和道旅団から旅団に変わった理由は、よくよく考えたんだけど、金梅さんのところ小梅っていうの。石川のりゆきのところ足軽っていうの。で、うなちゃんマンのところ珍味団っていうの。名前入ってねえなっていうことに気づいて。例えば、金梅小梅とかだったらわかるよ。で、石川足軽だったらわかるよ。うなちゃんマン珍味団だったらわかるけど、俺だけなんか和道旅団っておかしいなと思って。これ旅団なんだっていうことに、なんかよくよく気づいた。自分で。そう。なんかその自分で、あ、なんかネーミング間違えてるっていうのに後から気づいて、ごめんごめん、恥ずかしい、外してっつって。なんでかっていうと、そのアンチのやつらが旅団旅団って言ってたので、なんで和道旅団って書かないんだろうと思ったら、あ、確かにってアンチに気づかされたの。アンチがタワクで、旅団はキモい、旅団はババアとか、旅団はメンヘラっつってて、あ、旅団って言うんだと思って。そういう感じ、白銀の世界さん。アリスの枠でボンのコメント、昔の和道さんはあんな感じじゃなかったんだ、ふわっち来て金しか見えなくなって性格まで変わってしまったんだよ。もう敵だよね、こいつ。本当に囲いのふりした敵だよね。本当気持ち悪いボン、うん、バンド T シャツの例えは的を得てる。そうでしょ。だって普通にさ、スターウォーズの格好コスプレって、映画館でスターウォーズの格好するじゃん、うん、スターウォーズの格好するじゃん。本当に好きな映画、スターウォーズのファンって知ってる？コスプレしながら映画見んのよ。これスターウォーズの伝統的なことなんだけど、だけど普通には街歩けないよね。だけど、それを楽しむ人たちがファンだと思うの。要はスターウォーズの格好してる、うわーって言った時に、ブーンとかやったりするじゃん。だから旅団が、なんつうの、旅団が俺を叩かれてるのを見て、ウェイウェイ旅団だーってやらないと意味がないと思ってて。それを楽しめなくなったら終わりだよね。うん、昔から金の亡者だよね、これ。ほう、そう！いいコメント来たよ、ほら。デカプリオさん。昔から金の亡者だろ、和道は。今更っていうやつ何を見てきたんだ。
正解。俺昔から金金してるからね。だってさ、バー歩みの頃なんかさ、ドンペリ入れろドンペリ入れろってずっと言ってたよね。俺全然スタイル変わってないと思うよ。昔から超金金してたよ。振り込め振り込めって言ってたもんね。全然変わってないよ。そう、今それだよね。昔から知ってる人からするとさ、いやむしろブレてねえだろうって。はい、はい、こちら北浦さつき様のお宅でよろしいでしょうか。北浦さつき、はい、北浦さつき、総楽ビル、どなたですか。あ、ごめんなさい、はい、あの年金事務所の、はあ、あのご案内なんですが、はいはい、北浦さつき様のご自宅じゃないでしょうか。わあ、違いますね。北浦さつきっていう人を知らないです僕は。あ、そうですか、はい、すみません、こちらのマンション名は何ていうマンションなんでしょうか。いや、教えたくないです。すいません、ごめんなさい。はい、名を名乗れよな。非常識すぎるだろ。名を名乗れよな。誰だよ北浦さつきって。ここは玄関だね。なあ、そうだよ、昔からスターウォーズ T シャツ着て上司と話盛り上がったでしょ。そうだから、そういうなんかファンって、熱烈なファンってそういう叩かれれば叩かれるほど強くなるはずなの本来は。なんか叩かれる中で和道いいよねっていうことに快感を覚えるやつらが俺本物だと思ってて、アンチコメバーって止めて、和道最高っつって、今日もお酒がうまいよっつって、和道 T シャツ着てるよってコメントかけるやつが本物だと思ってるね。そう、東京今雨じゃないよ、ピーカンだよピーカン。年金事務所が来る。北浦さつきって誰？北浦さつきって誰だっていう。知らねえよっていうね。年金払ってないのかな。なんだろうね。あ、でも俺ほらタワーマンションに住んでるっていう設定が今崩壊したよね。西新宿のタワーマンションに住んでるっていう設定がね、今ねピポーンっつってね、ガラガラって開けて。本当はね、ここね、43階の設定だったんだけど、滞納かね。うん。うん。タワーマンション設定が崩れた瞬間だよ、今。北浦さつきは、北浦さつきで関ジャニ、関西ジャニーズジュニア。ここ関西ジャニーズジュニアが住んでたの、もともと。どうなんだろうね。はい。2時間経ちましたのでアイテムタイムやります。もしよかったらご支援ください。アイテムタイムスタートです。めくれたね。設定崩壊。アイテムをなした。はい、サボちゃん999個ありがとう。のんちゃんバーガーありがとう。ありがとうございます。おい、サボちゃん999個、サボちゃん999個、サボちゃん999個、バーガーありがとう、マイちゃんバーガーありがとう。すごいね、999個ありがとうね。ヒーローさん、ハート10個ありがとう。ありがとうございます。花火ありがとう、アームさん。ウェイ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 。俺、昼間メインでやろうかな。昼間の方が花火飛ぶんだよね。なんかね、ドルさんとかぶせると花火上がんねえんだよ。それね、最近気づいてて、昼間やろうかな。こっちの方がね、この時間帯の方がね、客層がいいんだよ。ちょっと考えるわ。夜中に最近やっててね、売り上げ下がってんの、それも原因だと思うんだよね。舞ちゃん、風船参加ありがとう。かばつさん、風船ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ショックさん、ハート5個ありがとう。ありがとう。ウェイウェイ。昼間向きなのかな。昼間向き配信者なのかな俺は。
風船参加ありがとう、ジェイさん。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。チョクさん風船100個ありがとう。どう思う、みんな昼間の方がいい？なんかね、夜中ドレさんと被ってる時間帯にやると全然花火上がんないんだよ。で、実はデータを取ってて昼間の方がアイテム飛ぶんだよ俺。なんでなんだろう、夜中寝てるんだ。なんか昔は夜の方がアイテム多かったんだけど、最近の傾向はね、確実に昼間の方がアイテム飛ぶんだよね。だから時間効率悪いから昼間やるようにするわ。朝方ドレさんが終わったあたりからやるようにするよ。うん、プップク亭こけしは来てるよ。うち結構見てくれるリスナーさんだよ、こけしさんは。多分相性あるんだろうね。確かに俺がリスナーだったらドレさんと俺がやってたらドレさん見たくなる気持ちわかるもん。うん、あの雑談の力はある人だから、あの人は。まあ実際枠も面白いし花火上がるの分かるから、ちょっとね相性的に悪いんだよね。うん、悪いな、アイテム投げれなくて。いや投げて、あのいつも言うんだけど、アイテム投げれなくて貧乏でごめんねっていう人いるんだけど、どんなに貧乏でも100円ぐらい入ってるんだよ財布の中で。1000円ぐらい入ってるんだよ、投げないだけなの。うん、どんなに貧乏でも投げてくれる人は投げてくれるから。あ、こけしさん友達なんだ。そう、風船でもいいんだよ。その無料で見るっていう癖をやめてほしい、その俺のこと好きなら。そう、モチベーション上がらねえんだわやっぱりね。アイテム投げられたらおすすめに乗りやすいし、他の配信者にもやっぱ箔がつくし、うん、面白かったらアイテム投げてほしいよ、どんなに少なくても。アイテム投げないっていうことは、その謝っても何にも生まれねえから。100円ぐらい絶対入ってる。 iTunes カード1000円で売ってるから。そしたら4ヶ月風船ね1個ずつ投げればいいんだから。癖つけてほしいマジで。投げないのに理由はいらない。投げないやつは投げない。だから言ってるの、ご覧の番組はアイテムを投げてるリスナーさんの提供でお送りしてます。そう、ニコ生のプレミアなんかいらねえんだよ、あんな500円とか。だったらこっちに500円投げた方が全然いいわ。うん、そう、絶対金はあるんだよ。投げる気持ちがあるか気持ちがないかの問題だから。投げるやつは投げる。で、この番組はアイテムを投げてる人の提供でお送りしてるから。スポンサーになっちゃえ。うん、借金をしろとは思わないけど、100円ぐらい入ってんだろ、どんなに貧乏人でも。なんでタダで見るやつ嫌だかっていうと、タダで見るやつほど文句言うんだよ。そう、もうね、根性が汚いの。タダでもん、タダで、客層を悪くしたくないんだわ。そう、1円でも金払うっていうことは俺に価値をつけてるわけだから、変なね、叩きとかやらないんだよ。変なアンチコメとか。見てごらんよ。金払わないやつだけでしょ、文句言ってんの。いらねえわ、そんなの。この時間私は落ち着いて見れます。ありがとうあやちゃん、いつもありがとうね。うん、みのりさんこんにちは、楽しんでってね。金払う客でさ、金払うリスナーで態度悪いやつ見たことねえよ俺、本当にない。あ、レクチャー始まったよみんなみんなレクチャー始まったよ。じゃあ俺もレクチの枠見ようよ。みんなで見に行かない？レクチの枠。賛成だったら手挙げて。みんなでこの200人でレクチの枠観察する枠やろうぜ。OK だったら手挙げてください。全員レクチの枠集合で。全員レクチの枠。で、レクチの枠が分かんない人は Twitter 見てください。それじゃあ一旦お疲れ様です。みんなレクチの枠集合で。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう